ウルラゼパムとは、ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤の一種。長時間作用型。日本では、ダルメイト・ベノジールという商品名で発売されている。日本の処方箋医薬品であり、医師の処方箋なしでは入手することはできない。アメリカ、カナダ、オーストラリアでは、ダルメーン。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。 抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬及び抗精神薬取締法の第三種無期精新薬である。ダルメイン1 5ラム倦体感、頭痛、集中力低下、ふらつき、脱力感、吐き気など。日本では2017年3月に重大な副作用の行に、連用により依存症を生じることがあるので、 用量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、用量遵守と類似薬の重複の確認、また、慎重に少しずつ減量する、 胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。